いや、まずロボットということで、やっぱりビートちょっときついんじゃないですかね。さあ、お互いに優秀な飛び道具持ちのファイター同士の対面となりました。まずは初手ファーストタッチはヤルア 24% ダッシュアタックまで37。まあロボといえどもね、このサムスのに崖を掴まれた時のこの読み合いは万物平等なわけですが、サムスの読み合いは大体万物平等ですからね。まあそもそも学園から帰ってくるようなファイターでなければ基本的にはまあ逃れられない宿命みたいな感じですよね。そうですね。崖上がりジャンプ上がりを通します。横スマッシュ。さあ、でかい一撃、まずお見舞いしていきましたね。まあ、ロボはね、攻撃面も防御面もピーキーなキャラクターではあるので、もう一回ですが、全部ジャスがしてませんか、クエヌ。このロボのクエヌ、強力無比な技に対して唯一の回答、ジャストシールドを見せていきます。やら、もうチャージショットのプレッシャー、圧がすごい。クエヌに対しても読み切ったかのようなチャージショットで、その後もう一回、さあ次はない、次はないぞ。崖上がり空中前を通したが、サムスはヘのカッパ、ほとんどダメージは食らってない。上京からの、おっと、ジャンプを使わせたが、グラップが助けてくれます。しっかりと後ろ投げ、上がらせない、上がらせないですね。ザクレーといえば、うまい、空中ニュートラルを通りました。崖よりもグラップリングビームでね、上から復帰でっていう。空中前ガードを仕切る、その後さあ、あ、削れていると、ダッシュアタック、済ませましたね。ガード削ってジャンプさせて2回使わせて着手狩りっていう、素晴らしいスマッシュブラザーズです、今の。D 当たんなくても崖だよっていう。そうなんですよ。さあ、倒しきりました、ヤウラ。空中後ろ 14% いった、これなんじゃこれ。2回技当たって39、ビームで散らしていきましたが、圧倒的不利状況、ザクレイは変わらない。ただ技をジャストシールドしっかりと割り込んでいって、その後判定した今日よ、いい操作制度です。この駒が活躍しないと厳しいですね。ですね、駒が活躍するという表現が何を意味するかというのは一つしかない。空中前は当たらない、よこすま、またも。さあ、ザクレーがここは苦しいぞ。ジャンプを落としたクエネ、ディレイかけましたね。ですね、上スマ、上 B、 きつすぎる着地。チャージショット見せながらガード削って、ガードを削って、ダッシュ、素晴らしいダッシュアタックだ。またも飛ばせて落とすでした。追って本すぎますね、ちょっと、ね、いや、チャージショットからのね、この展開作りです。2個目がね、漏れちゃうんでね、これ1回ガードして多分ね、っていうのと、まあどうやっぱ1ストック目序盤のクーエヌジャスガ精度とか、あの普通のクーエヌがすごく振りづらいんじゃないですか、今作例ロボ的には。はい、ただロボット継続ですね。ですね。さあ、2戦目出てきたのはホロバス4です。下投げ、いいコンボが入りそうだったが、空中前で締める、空中上で無理やりコマ拾いましたね。これは痛い、 80% サムスの崖の圧がザクレイを苦しめます。まあでも着地できるならロボは 80% ぐらいいいんじゃないですか。いいのかどうなのか。おお、めくる。この辺のケアも完璧ですよね。なんていうんですか、ニュートラルに戻った時のガードのかぶせ方というか。う、ね、さあ、そして150、ボムを巻きながら、逃がさないですね。大当てであれば撃墜というパーセントでしたが、空中前、これは倒しきります。さあ 16% ですよ。いや、すごい1ストップの圧倒、やばい、あ、うまい、対空、ね、クーエヌ許さないな、痛すぎて。ここも投げ、空中しろ。さあ、あのザクレイが手玉に取られるかのようなゲームをさせられています。いや、すごい制圧力ですよね。ウェビーで割り込む、ターンが全く来ません。ウェビーもう一回チャージショットからの激戦の運命が始まるのかも。さあ、チャージショット充填完了からの、どう動かす、ガード解除に刺さる。い
いやどうですかこのゲームエク完璧ですここまで。チャージショットのタイミング打ち方がすごいから全てがうまくいってるように見えますよね、動き出しをもう的確に捉えてきますね。パーセントごとのうまさが光ってますよね。 0% の時は結構対空が、ね、主なんですけど、はい、上強下強でさあザクレイが外に運びます。倒しきりたいこの崖展開だが、さあ崖は切りました。空中前最終弾漏れてしまった。最終弾投げる継続し続けますね。やや裏のターン解除力が逃げますね。空中前ダメージ 80%。 おおギリギリ当たりました。崖上がりまだ157ですか。ただこの相打ちは美味しくないですよロボ側、ね、おっとコマか空中ジャンプを切ったぞ。移動かヒット届かず。さあ少し差は縮まりましたが、あこれはガルドン距離があったので投げが届かないから DA 締めで終わりました、ね、あなるほどね。ダウンにチャージショット、うわっ捉えきる対空じゃなくてチャージショットだけで完結させましたね全部。さあのザクレイがまだ1ストックずつか、確かに両方ともね、両方とも2ストック残しで敗れているという試合展開です。完全に手玉に取っている。そうですね、地上戦もそうですけど、やっぱ、まあ、やっぱチャージショットのね 5% の読み合いも目立ちますけど、序盤の対空も見事、ね、そうですよね。ファーストタッチもヤオラがしっかり空中へっていうリターンの高い技で取って、そうなんですよね。あれあれと飛べなくなっちゃって、飛べないってなるとチャージショットに圧かける方が難しくなっちゃって、チャージショットで読みが回っちゃうっていう感じなんで、はい、しかもロボはやっぱり前ダッシュ自体はねそんなに速くないですもんね、ってなると飛び通すしかないんだけどっていう話ですね。そうなんですね。他の足の速いキャラと比べるとああいうことをされた時の心象の悪さっていうのは大きなものかもしれませんね。さあ、あ空中へ捉えたが2打目は当たらないです。おっとちょっとねダイレクトシードですねあれって思っちゃいますよね。このバスだと特に怖いですよ ね、 ね、はい、上火切ったこの辺りの、ね、読み合いもさあやら中心に回っているかのような、空中下からチャージショットでどうなるんだこれ、うまい散らします。いやこれここまで消すの上手です ね、 ですね。ガードしてたら相当有利な読み合い回っちゃうんで、うまい、うまい。さあコマが当たっていればワンチャンあったが、やらなんとか上火でリセットします。あるの近づきたいのは山々だが、矢浦も当然横軸を使いながら立ち回る。そしてロボット側は崖上がり、おお交換する。いや崖上がり丁寧ですね。うわ体がでかくて当たっている。攻撃判定を出した後ろ側が当たっちゃいましたか ね、 ね、空下は噛み合わずダッシュアタックに反応して射強で、この交換は美味しくないが、賭け展開がついてくるのであればワンチャンだったか。リセットします。ねえうまい、このねスクリューアタックの切りどころですよね。上京を捉えたが落下が遅いサムス、着地がにもついてくる。空中前いや見逃しません。これはどうだ大上、なるほど撃墜しないと判断して下上げから読み合い遅いしましたザクレー。チャージショット反応してジャンプ、さあロボのコンボが欲しいが、これは後ろ投げの反応ですね。崖上がりジャックキット、その後はなるほど DAQNA ですか。 DA を通してその後です空中ニュートラルまで当たったが、反対方向に飛んでいればリターンは安い。ダッシュアタック空中前はつながらず、その後崖上がりガードしきったか。いやうまい、いやうまいですね。もう1回反撃です。近距離はサムスに分がありますね。いやーね、やはりこの4フレームでしたか、スクリューアタックかなりザクレを苦しめています。横スマッシュ根元当て、さあ崖がついてくるかに見えたが、コマがいい仕事をしました。この試合は結構崖の拒否がうまくいってますですね。これは倒しきりました。さあ初めてザクレがリードを取りました。そうですね、守りきりたいが、ウエスマッシュ
シールド漏れでしょうかね今のは。そうですね、投げならいいよというスタンスだったんでずっとガード張ってたと思いますよ。はいはい、そこに対してのただ技上しましゅが突き刺さりました。さあ崖の地獄の崖が始まるかに見えたが攻撃上がりが通ってザクレンがターンを巻き返す。空中前で空下は当たらず、さあラインを削っています。仕掛けてますね自分から。ここで倒しきれば一勝。チャージショット試させたくないですねロボ側。空中前が通った。チャージショットはしっかりキャンセルしていって弱に対して投げ輪で割り込む。これは切り返す。じゃあちょっと上 B で拒否します。はい、空中前からビーム崖に閉じ込めたぞ。うわ通りますか。さあニュートラルに戻る。ガードしてない、わからん。上スマッシュは届かない。上を止めてたぞ。空中しろ。どうなるどうなる。うわくまい。マジですか。空中前で外に出した。いやウロの崖が来るのか、それともザックレンが登りきるのか。クーヌー低く飛んだ、危ない。ジャンプがない。ロボバーナーからジャンプを避けた。しかしその後ジャストシールド。うわまだ、あ、コア、コア、もう1回スクリューアタック決めました。ヤウラが倒しきれ。いや、うまいですね。最後はサンズロヤウラ。結構ニュートラルとかあの立ち回り自体はチャージショットの対策もガードしない、いかにガードしないかとかジャンプしたりとかジャストシールドでいかにガード削らないようにやり過ごすかで、ニュートラルはザクレードボ側が結構対応しているように見えたんですけど、クーエヌで自分から仕掛けた時の近距離とかこのウェビー反撃、特にもヤウラーサムス側の反撃というか至近距離の読み合いの精度が高すぎて、はい、うまくリターンが持っていけなかったですねロボ側。